私たちの敵アコライツ、今突然襲ってきたように、あいつらは見境がありません。あなたはリベレーターズに入ろうが入る前が襲われるのです。試しにこのまま街をぶらついてみましょう。あなたは実のところ殺される寸前だったんですよ。あなたのような人間は常にリベレーターズに守られている。そして今度はあなたが選ばれた。あなたが守る番がやってきたのです。アコライツのターゲットは悪意の伝染を阻害しやすい人間、すなわち共感指数の高い人間です。アコライツはこの共感指数の高い人間を排除すること、それを第一目標としています。次の敵です。秋葉原でとんでもないことが起きていますね。容赦はしませんよ。戦闘には慣れてきましたか？あなたが望みなら悪魔に戦闘を任せることもできます。オートの時にどう行動するかは悪魔によって違うようです。悪魔というのは奥深いのです。でも今は目の前の敵に集中しましょう。容赦はしないと。荒組の悪魔は破壊の力を持つわ。暴力的なあなたにお似合いね。
謎の存在ヴェニタスを信奉する者たち。なぜ彼らが悪事を重ねるのか、なぜそれがヴェニタスのためになるのか、私たちはそれを調べねばなりません。まずは当面の事件、この秋葉原で人が消えていく。ごく普通の人々が前触れもなく消えて、ろくに捜査もされない。まだ慣れないですか？あなたが住んでいた世界の底が抜けたんですよ。もう昔と同じように生きることはできない。怖いのなら逃げればいいんです。その代わり多くのものを失う。また敵が現れたみたいです。今日は敵が大量ですね。
またしてもあなたに伝えることがあります。実はリベレーターズの他の仲間から悪魔を借りられるのです。いわば助っ人機能、まるでゲームみたいですね。悪魔召喚アプリの凄さには驚かされます。つまり、いいフレンドを見つければ、強い悪魔を追加で連れていける。そういう話です。植物的で、現代的ですね。では、サポーターを連れてバトルを始めましょう。メガキンのとこの。デコ領域の痕跡はあちこちにありますが、事件そのものの目撃者は見つからないですね。素敵なサバゲーグッズショップですね。失礼しました。私の数少ない趣味の一つです。親が猟銃趣味があるせいか、影響を受けてガンマニアになりました。動画投稿サイトメガチューブ、あそこでアメリカ人がビールを飲みながらいろいろな銃を撃っている動画、そういうのをチェックするのが私の安らぎです。将来の夢は何でもいいから銃を撃つ仕事に就くことですね。銃がないなら死ぬしかないじゃないですか。なんて話をしているうちにまた敵の悪魔です。いたぞ。
ップ調子どうよ。順調とは言い難いですね。ハローメガチュー、俺の動画フォロワーから情報提供だ。ケゲラケバブサンドショップの先で待ち合わせで、ね、よろしく。スピーカーフォンで聞こえていましたよね。行きましょう。あの少女ですね。味方です。メガキンの仲間、私はテンプラドラゴン。あ、はい、聞いてます。相談に乗ってくれるって。何がありましたか？踊ってみたんです。踊ってみたシリーズっていうかあるじゃないですか。曲に合わせて街角やどこか施設で踊ってメガチューブに投稿するやつ。この前その動画を撮影して以降誰かに狙われているんです。目に見えない何かに襲われているような霊現象みたいなものも。確かにあなたは狙われていますね。敵が集まってきています。今 QR コードを送ります。急いでリンク先のアプリをダウンロードしてください。悪魔召喚機能のない簡易版ですが、それで見えるようになります。これって、デビルダウンロード。別のリベレーターズメンバーから通信です。どうやら戦闘をアシストしてほしいようです。援護射撃というわけですね。使用したスキルの効果は悪魔召喚アプリを通じてアシストを要請してきた相手に届けられます。まったく悪魔召喚アプリの立ち直りには舌を巻きますね。一体誰がこんなすごいものを作ったのでしょう。と、次の敵が来たようです。アシストしてます。
このように世界各地のリベレーターズメンバー、悪魔召喚アプリを通じてアシストを送り合っているのです。これがバトルアシストシステム。戦闘すらもソーシャルに置き換わっていく。私たちが戦っているのはそういう戦争なんです。先ほどあなたをアシストしてくれた相手が表示されています。せっかくです。この人にフレンド申請しましょう。コミュ障のあなたでも気軽に申請できますね。コミュ障ではない。そうですか、失礼しました。サポーター悪魔を借りるなど、フレンドは重要な存在です。積極的に増やしていくといいと思います。
信じてもらうしかない現実です。そこの新米さんはあっという間に順応してくれましたよ。じゃあ頑張る。これを差し上げます。とても美味しいスポーツドリンク。ありがとう。話を聞く限り手がかりはその踊ってみた動画でしょうね。分析をお願いしてみます。とっくにやってますよ。 Today's work ブンブン。サオンシャンに連絡を取った。もう全部終わってる頃さ。ちょっぱやでやれって。ま、めんどいけどやりましたよ。動画の解析。お礼に今度スローターホテルの VHS をお渡しします。廃盤済みの激グロスプラッターじゃないですか。ありがとうございます。頑張った甲斐がありました。で、結果は？踊ってみた動画をニューラルネットを使った超解像にかけた。で、踊る少女の背景にたまたまテレビ局のロケバスが映っていた。そのロケバスに入っていくカメラクルーと二人の女子大学生。その女子大学生たちが今行方不明になっている被害者だ。じゃあこれを警察に提出すれば。先ほどあの子に渡したスポーツドリンクですが、あれ実はちょっとしたアイテムなんですよ。効果のほどはまだ内緒ですが、とも他にも様々なアイテムがあります。戦闘で役立つものもありますよ。とはいえアイテムは戦闘の主役ではありません。あくまでサポート。その点を忘れないでください。
継続したいところですが、一旦中断してオーダーを進めましょう。神父と同様、彼女も本部から派遣された専門家さ。それでは新人さんへのお手ほどきを始めましょうか。大丈夫、優しくしますからね。それでは手ほどきをいたします。捕食は文字通り悪魔を悪魔に食べさせる秘術です。と言ってもそれは概念上のこと。実際にむしゃむしゃ食べるわけではありません。グロくはないので安心して利用してくださいね。
食を始めましょう。秘術は成功です。はい、捕食完了です。簡単ですね。いらない悪魔がいるときは利用してみてください。それじゃ、またいらっしゃい。待ってますよ。